今回は名人戦リーグの対局見ていきたいと思います。黒番が山本因坊で白番が洋八段ですね。こちらに二件にね、締まりましたね。これ割と珍しい布石ですね。あんまりこういう斜めの布石で二件に締まるっていうのはなかなかないんですよね。 お互い好きなようにね、打ちたいように打ってますね。気合の進行ですね。やはりプロは相手の言うこと聞きたくないので、お互いに反発するっていう進行が多いですね。で、ここで付けた手がいい手でしたね。これ下に2線で渡る 手があるのでこれ非常に有力な手なんですねでここで跳ねていきましたねでここでこちらに打ちましたねこれは手厚い打ち方でしたねここの石の補強を重視した手ですねまあここ地で頑張る手もありましたね地で 頑張る手はこれ下辺二間に開いちゃうと。これが一番地で頑張った手でしたね。こういうてこういう打ち方もありましたね。まあ、黒としては、こういうふうに開いてきたら、なんか詰めて攻めていくっていう感じですかね。まあ、こういう進行もあったかなと。実戦こちらを選びまして、まあ、黒もこちらに打つことができましたので、 まあこれはここは黒が少しポイント取ったかなと思いますね。ここ地として非常に大きい場所ですのでまあ井山さん地が好きなのでここを打てれば黒としては不満はないのかなと思いますね。まあただ白もねこちらに打ってこう攻めるここの黒をね攻める手を重視しましたね。でこれは非常に手厚い手でしたね。ここは、 行って必要という判断ですね。まあ手を抜くことも可能なんですけども、手を抜くと、まあ、例えばですけど、ちょっと攻めがね、厳しいという判断ですね。こういう感じで。まあ死ぬことはないんですが、例えばこういう手が先手になるだけでも非常に大きいので、 死ぬことはないんですけど、こういう手が大きいという判断ですね。で、こちらに打つことによって、また桂馬に頭出していくような。手も狙えますから、字としても非常に大きいし。狙いも。次の狙いもあるということですね。 で、ここで逃げ出しましたね。逃げ出したので、こちらに打って、この手が厳しい反発でしたね。ここ逃げ出さない手もありましたね。下がりで決めちゃう手もありましたね。下がりで決めて、まあ、黒が取りぐらい取ってくれれば、桂馬に打って、これで、 種石の黒石2目、これで取れてるんですよね。なのでこういう打ち方もありましたね。まあ黒も、この黒石取られたくないのであれば、まあ形悪いんですけど、一応ここで頑張る打ち方もありまして。まあこれであれば、こうなった時に、ダメが詰まってることによって、 こここに切るる手があるんですねこうなった時にこれダメが詰まってないと黒石取られてるんですがダメが詰まってることによってここで取れますんで、まあ、こうなった時はダメ詰めてきた時は一応これ賭けでね戦っていくような進行になるかなと思いますね、まあ、黒も出るためにはちょっと損な手を打たなければいけないので、まあ、一応 まあもね、聞いて。まあこういう戦いになってくるのかなと思いますね。まあ、実戦はこちらに打つことができまして、まあ、ここ黒がね、少しポイントを取ったかなと思いますね。この3目がちょっと動けなくなっちゃったんですよね。取られてしまったんですね。これ取られたのは、 あのめちゃめちゃ字としても大きいですし左辺のね黒がめちゃめちゃ強くなったのでここ黒がポイント取ったかなと思いますねでこれで黒は連絡することができましたねまあここの弱点は切ってしまうと黒石種石が取られてしまうんですが この跳ね出しに対しては一応ここで頑張る手がありましてこれで一応連絡できてるということですねこれ大丈夫ですねまあここで黒が主導権取れる展開になって黒が少し打ちやすい展開になったかなと思いますねでここ面白い手でしたねこれは三三に入る手と 上辺開く手が見合いということですね。面白い打ち方でしたね。もうこれは上辺の時さえ荒らしてしまえば。真、ま、っ、あ、黒は地を稼いでますから、もう地合い勝負でいけるという。ことですよね。 ここに曲がったんですが、この曲がりが効かなかったんですね。まあ、これ白の勝負手で,ですね。まあ、この状況としては、上辺の黒はもうだいぶ強いので、ここに眼鏡あり,ありますので、だいぶ強いんですね。なので、この下辺の、ここのね、真ん中の白を攻めるっていうのが、今一番急がれる場所なんですね。これ曲がった手、非常にいい手でしたね。他に攻め方としては、 この出から攻めていくっていう手もありましたね。出から攻めて、まあ抑えれば、まあ桂馬で攻めていくっていう手もありましたね。まあ次にこのコスミが急所なので、まあ受けぐらいですが、まあこういうふうに。白が相当弱いんですね。こういうふうに軽やかに攻めていくっていう打ち方もありましたね。これ攻めてる間に、 石がどんどん真ん中に来て上辺の補強にもなってますので援軍にもなってるのでこれ攻めてる間にねどんどん黒がポイントを取れるんですねなので白としてはこの黒の攻めに対して全部受けてるとどんどん形勢悪くなってしまうということでここで勝負手を打ったんですねただこれ手を抜いても全然死なない石なんですよね真ん中右の方向にも真ん中空いてますしこの下の方向にも 開いてますんで、なんかいろいろ。全然止まってないので、手抜いても。大丈夫な石なんですね。で、コスミで打ちましたね。これ全然大丈夫ということで、ここでね、手抜いて、手を抜きましたね。まあ、白が。これ何手も連打しても、全然死ぬような石じゃないんですね。で、こうやって。 こちらに打ちましたね。これ突き抜いた手が大きくて、もうここで黒はっきり優勢になったかなと思いますね。まあ白ここ連打しても全然攻めれてないので、しのぎは簡単ですよね。下辺がひどい状況になってますからね。一応ここがね、こうではあるんですが、この子はですね、白勝てないんですね。どうしてかっていうと、 そばこがたくさんあるんですよね。ここら辺。あの、例えばここら辺のそばこがたくさんありまして、あとここのコ材が単純に大きいんですよね。ここの黒取れても、下辺の白これ全部取られたら、まあ白大差で負けなので、こういう攻める手が全部コ材になりますので、このコは白勝てないんですね。まあここ、告げないのも辛いとこでしたね。まあ黒が、 得しながらのコ材で損のないない材んですね。得しながらのですからね。まあ、こういうところも得しながら打ってますよね。だからこのコはが全然白が勝てないコなんですね。だこういうところがそばコでこれ損のないコ材ですからね。損のないコ材がたくさんあるんですね。 で、こういうところも、蕎麦粉で、打てますから。鉱材たくさんあるんですね。こういうところ全部効くんですね。で、ここで解消しましたね。まあ、次で頑張る手もありましたが、もう、お腹いっぱいということで、これ勝ちましたですね。これはもう、慈愛勝負でいけるっていう計算ができた手ですね。もう、解消して、はっきり勝ちが見えたという手ですね。勝ちましたと。 で、こちらに、まあ、ぶつかりが先手で効きまして、ここの白が繋がっても、先手で、この白石4つ取れたので、まあ、ここではっきり黒、小生になったかなと思いますた、ね、もうこれで負けようがない語形になったかなと思いますね。まあ、最強に、最強の手を選ぶ、いや、まあ、本因坊がですね、わかりやすい進行を選んだわけですから、もう相当黒が小生、相当黒が形せいいということですね。 こうやって、こうやって、で、こちらに打ったところで白が投了して黒の中押し勝ちとなりました。まあもう形勢大差ということですね。最後は、まあここの白は助かるんですが、まあここに打ちまして出た時に切られて、これ繋ぐと、ここに打たれてこの真ん中の白がこれ取られてしまいますから、 まあ、こっち、切りぐらいだと取られて。まあ、こんな感じで、例えばですけど、ここの黒が、これどうやっても取れないんですね。ということは、ここの黒が助かってますんで、まあ、こっち切っても、まあ、単純に、切りから逃げたときに、 つなぎが先手なんですね。ここも何か手を抜いてると、またダメ詰められて、ここの真ん中の白が取られちゃうので、つなぎが先手なんですね。ということは、ここに出られて、当てられて、これ両当たりで白が取られちゃうわけですから。どこか取られちゃうので、ここの黒は取れないですね。 まあここに取っても当てが決まって出られて結局両当たりなのでまあここの黒が助かりますのでまあつまり状況としてはまあ状況としてはまあこうですかね まあこれでまあどうやってもここの黒取れませんのでまあこういう状況としてはここの黒が助かってるという状況になってますからそうなるとですね黒の確定時が多くてもう地合いが大差なんですね。まあ左上白地ですからもうちょっと差は小さいんですけど、まあ、それにしても結構な地の大差なので取れも仕方ないという判断だったかなと思います。 というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。